どうも皆さんこんばんは、 NM です。アニメ東京グール RE13 話を先ほど先行配信で見てきたので、感想を簡潔に話していきたいと思います。ネタバレをこれから含みますのでご注意ください。13話の感想ですが、とにかく早かった。そして内容がとても濃かった。これに尽きるかと思います。全体の流れとして、ルシマ編から始まり、エトの記者会見で、エトの過去、金木とエトの絡みで、古田とエトの絡みで、 B の下り、シャチとリゼンの出会いから、シャチ VS 有馬、コクリア破り編突入で、ひなみの牢を最後に開けて終わりといった感じでしょうか。細かいところを言うとキリがないので、大まかに説明するとこんな感じなんですけども、大切なシーンは抑えられていたかなと思います。特にエトの過去がしっかりと描かれていたのは良かったと思います。ただ13話冒頭に流れたルシマ編ですが、戦闘シーンはほぼほぼなかったですね。14話予告にもルシマのカットはなかったので、次回はコクリア破りが主体となって放送されるんじゃないかと思います。ルシマあれで終わるのかな、飛ばされるのかなと思ったんですけど、14話の PV にですね、ウリエが無事でいるムツキっていうセリフが入ってたので、どこかでルシマはね入れてくるんじゃないかと思います。ルシマ編ってかなり大事ですからね。ムツキの覚醒とか、いろいろ重蔵とクロナの戦闘シーンとかありますし、そこはかなり大事なのかなと思います。戦闘シーンに関して、シャチと有馬のがっつりとした戦闘シーンがあったんですけども、RE1 期とほぼほぼ変わらないんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ動いてるってわけでもないし、めちゃくちゃ動いてないっていうわけでもないと思います。普通ぐらいかなと思いましたね。で13話は最初から最後までほぼほぼエト絡みなんで、エト好きの僕にとってはたまらない、話でしたね。ファンの多い古田もめちゃくちゃたくさん喋ってました。ただ一つ残念だったのが、最後本当に13話終わる最後にひなみの牢を開ける時ですね。あそこコクリアの、天井が開いて、アヤトとかバンジョーが乗り込んでくるんですけど、その直後ぐらいかな、原作だと監視カメラに映る監視カメラを睨む金木のシーンがあるんですけど、あそこがねなかったんですよね。あそこすごいかっこいいんで、チラッとでも入れてほしかったんですけど、あそこがカットされたのはちょっと残念でした。あそこのシーン好きな人も結構いると思うんですけど、そんな感じでまとめると、13話はとても駆け足ですが、要所を抑えられて作られた、これから後にね続く、大事な基盤になったと思います。細かいところでね、原作と少し違ってるシーンがいくつかあります。記者会見のところか、よかったら探してみてください。で14話予告なんですけども、14話では主に金木と有馬で、最後自分のなんていうかな、金木が覚醒するときにいつも自分に語りかけるというか、自分とのなんていうの掛け合いみたいなシーンになるんですけど、あそこでね、ヒデとなんていうんだろうな、対面じゃないけどさ、格好悪くても生きろっていうシーンですね。あそこが流れて最後、白金木になって終わるのか戦うのか分かんないですけど白金木覚醒までは必ず行くのかと思います。で、10月9日に13話放送ですが、今日1日限定で、公開されているんで、よかったら気になる人はチェックしてみてください。オープニングエンディングが、あえて公開されてないのは、無印東京グル1期2期あった時の水先生書き下ろしのイラストが、どちらかに、おそらくエンディングに使用されているんじゃないかなと、信じたいです僕は。ということで、今回はこの辺りで終わりたいと思います。ではまた次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。